僕はバカでいいでいいんじゃないですか。なんかね、みんな思ったりするんですよ。多分、稼ぎたいとか、将来変えたいとか。だけど、ね、あの、頭いいから、から余計なことを考えるんですよね。あ、でもやってみたらこうなんじゃないか。ああなんじゃないかで。僕の場合はバカだったから、あんまりそれがなかったっていうね。<laughs> うん、だからそれが良かったらどうじゃないかなって。僕は頭良かったら、まあ、余計なこといろいろ考えて、まあ、その余計なことが、あの、時にはいい。 ね、ストッパーになる可能性はありますけども、全部ストッパーしてたら何も発展がないので、まあ現状維持ですよね。うん。だからまあ、久保さんもある意味ね、あのー、麻雀店ずっとやっててね、ネットビジネスなんて畑違いな、畑違いもいいとこで、<laughs> 動画撮るとかね、まあ、ないでしょ、YouTube やるとかないでしょ。 ずっとマージャン店やってね、マージャンの宅しか見てなかったのに <laughs>。カメラに向かって喋り出すみたいなね。セルフバッグ、なんかウォーターサーバーみたいなね。何を宗教団体入ったんだみたいなね <laughs>。いってらっしゃい。